国報いとかって聞いたことある？あるよね。問題は親の因果は親に出る。親の因果は親に出る。親の因果は子供に出ない。で、子供に出たやつはその子供がやったことなの、前世。わかるかい？前世にやったことがその子供へ出る。で、自分でやったことなの。わかるかな？で、ほとんどの宗教ってのはさ、日本の場合は先祖供養ってことになってんだよ。で、先祖で成仏してない人がいるから、